最近のビニシウスみたいにゴリゴリに縦に行ける選手いればな。うん、そうなんですよ。そういう選手がね、ウイングにいるだけで、だからネイマールがいた時のバルサってボールポゼッション半端なかったですよ。結構ここでね、ネイマールこうワイド開いてて、でもうここにパス出したらもう絶対に取れませんから、取りに行くと抜かれる。でこのウイングが高い位置にいて、こういう風になってるじゃないですか。でウイングが持ってる時に中央がこう抜けたりとか、当時で言うとスアレスですね、スアレスがこうやって抜けたりした時点で相手がこうやって裏を警戒してくる、ディフェンスライン下がる。で中盤の選手もサイドバックの選手とかも含めですけど、こうやって上がっていく。そしたらウイングの位置がここが中盤になるんですよね。横パスで中盤の選手にパスが出せるような状態になる。あのクライフの名言の一つでもありますよね。ウイングにボールが渡った時にウイングが中盤の位置になるって、こういうことなんですよ。ウイングがボールを持った時に内側が走り抜ければウイングが横パス出した時に中盤になるっていうことなんですよ。だからウイングがボールを持てるってことは必然的にディフェンスラインが下がる、中が抜ければの話ですよ。だけどそうじゃなくても、じゃあ逆サイドに張ったウイングがいます、じゃあここ裏抜けしないとします、だけどこっちにもしパスが渡った時に相手のこのサイドバックってずれなきゃいけないじゃないですか、相手のディフェンスラインで、ここずれる間に、ずれていく間にまず前に運ぶっていうことができますよね。で仮に100歩譲って前に運ぶっていうことができなかったとしても、こうやってすぐにずれたとしても、ずれる時ってここだったらダメでしょ、ここだったら抜かれちゃいますよ、縦に。だから、こう行かなきゃいけないんですよ。じゃあ、こう行きました。で、こっちもディフェンスラインまで上がりました。で、ここでまた、じゃあ、サイドチェンジします。そしたら、今度、ズレがすごい早かったとしても、ここじゃダメですよ。やっぱ、ここ行かなきゃダメなんですよ。縦突破されたくないんで。っていうことで、サイドチェンジするだけで、ここのワイドがボール持てるだけで、ディフェンスラインってズルズルと下がっていくもんなんですよ。だからここの角っこ取る選手っていうのは、ボールをつなぐサッカーする上では、ここの選手のドリブルの能力とか、ここで閉じられた時にちゃんとここで書き出せる選手、こういうところがこう渡った時に、でこう中盤塞いできた時にちゃんと正しい判断してここに出したりとか、あとここを抑えられてたとしても、ここじゃ例えば抑えられてたとしても、こういうところからドリブルで降りてきて、こういうところにパスを出せる選手、こういう判断力とボールキープ力があるウイングが必要ですね。ただしこれはウイングっていうわけじゃなくて、ワイドを取る選手が必要なんで、さっき言ったみたいにゼロトップでここのウイングが縦に抜けて中に最終的に入っていって、昔で言うとアウベスみたいな、これ左サイドですけど、アウベスみたいな選手がウイング化してっていうこともありなんですよ。アウベスとかはここでウイング化して、もうこっちのサイドにボールがある時点でアウベスってもうここの高い位置張りますから、で張ってアウベスにボールが渡る、でボールが渡って相手のサイドバックこうずれる、でずれたところで、メッシがこういうところに降りてくると、でこういうところで連携取ってましたよね。で相手のサイドハーフに対してメッシここの連携使いながら抜いて割り込んでいくっていうね、